前晴里の To the Nature。 皆さんこんばんは、自然派ラジオパーソナリティの前晴里です。今日は12月7日金曜日、夜10時を回りまして To the Nature 始まりました。この番組は自然や環境をテーマに放送しております。今夜も皆さんと楽しく放送してまいりましょう。さて、12月に入りまして朝晩の冷え込みがまたもぐっと厳しくなってまいりました。この番組を聞いて風邪をひいたなんてことがないように、皆様どうぞ温かい格好をしてラジオを聞いてくださいね。こういう寒い季節になりましたので、今日は皆様を暖かいところにご案内したいと思います。それはどこかと申しますと、伊豆諸島の一つ八丈島です。八丈島は東京から南へ約287キロメートル、太平洋上に浮かぶ面積約60平方キロメートルの氷炭型をした島です。常春の島という方もいらっしゃいますよね。でもね、私が行ってきた印象ではもっとね、あったかいイメージがあります。花と緑と温泉の島、八丈島とも言われているんですよ。道路にビロウヤシというヤシが等間隔に植栽されていて、そして真っ赤なハイビスカスもお出迎えをしてくれるんですよね。そういうのを見ると、ああ南国だなって思うんですよね。皆さんは八丈島に行ったことありますか？海と山、大自然の恵みに囲まれたところなので、まあ、観光はもちろんのこと、ダイビングやトレッキング、釣り、またリフレッシュにね、お出かけになった方も多いと思います。今日はですね、この番組ならではの企画で八丈島の地熱発電を皆さんにご紹介したいと思います。地熱ですから、もうそれこそね、もうそれだけでも体がポポポって熱くなってくるような感じがしますよね。さて、今ね、地熱という言葉が出てきましたけれども、私たちが暮らしている地球の中身、とても熱い熱エネルギーを持っています。マグマだまりとかね、聞いたことありますよね。この地球の中から地表に伝わる熱エネルギーを地熱と言います。地熱を使って電気を作る、これが地熱発電なんです。日本は世界の中でも環太平洋火山帯に位置していますので、本当にもう火山大国ですよね。日本の地熱資源量っていうのは大変豊かなんです。世界で何番目かなって申しますと、世界なんと第3位なんですよね。大変地熱のポテンシャルが高いんです。1位はアメリカ、第2位がインドネシア、それに続く第3位日本。日本は世界有数の地熱資源国と言えます。日本では東北地方や九州地方を中心に地熱発電所が存在しているんですけれどもね、八丈島も地熱発電所があるんですよね。ご存知でしたか？地熱発電っていうのはですね、再生可能エネルギーですから、近年ますます注目されている発電方法なんです。それでは八丈島の地熱発電について、今日は八丈町企画財政課の明石さんにお話を伺いましたので、その模様をお送りしましょう。さて皆さん、私は今伊豆諸島にあります八丈島に来ています。八丈島は日本全国の離島に先駆けて初めて地熱発電を導入した島です。今日は地熱発電を中心に八丈町企画財政課の明石さんにお話を伺います。明石さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、地熱発電は再生可能エネルギーの一つで、これからますます注目される発電方法だと思いますが、どういうシステムで発電するのでしょうか？仕組みやメリットなどをご紹介いただけますか？はい、地熱発電というのは、簡単に言うと地下深くにある熱と水を利用した発電方法です。雨水や川の水の多くは海へ流れていきますが、その一部は長い時間をかけて地下深くに浸透し、さらにその一部がマグマだまりの近くにたどり着きます、はい、マグマだまりの熱によって加熱された水は高温の熱水や蒸気として水を通しにくい岩盤の下や隙間にとどまります。
これを地熱貯留層といい、この高温高圧の蒸気や熱水を取り出してタービンを回すことで電気を作るという仕組みです。はい、メリットとしては熱の源がマグマだまりであること、浸透する水のほとんどが雨水であることから、地熱貯留層を計画的に使用すれば再生可能で永続的な利用が可能と考えられている点です。また同じ再生可能エネルギーの中でも太陽光発電や風力発電は時間帯や気象条件に左右されるため発電量が大きく変動してしまうのですが、地熱発電はその仕組みから1年を通じて一定量を発電できる安定性を持っています。加えて二酸化炭素の排出量が火力発電と比べて大幅に少なく、太陽光発電や風力発電よりも少ない点が特徴です。なるほど。地熱発電は持続可能で、そして地球に優しい発電方法といえますよね。現在、八丈島での地熱発電による電気量、電力量はどのくらいなのでしょうか。教えていただけますでしょうか。八丈島の中で使われる電気は、すべて島の中にある発電所で賄われています。平成28年度の年間発電電力量が約4800万キロワットアワーで、そのうち地熱発電によるものが約1200万キロワットアワーです。約4分の1が地熱発電で賄われていることになります。4分の1ですか。島の生活に大変有効で、かつ頼もしい存在なんですね。さて、地熱発電はこのように地球に優しいエネルギーなのですが、実は設置に適している場所が国立公園内であることが多く、景観、自然環境への配慮から設置が難しいと言われています。八丈島ではどのような環境への取り組みが行われているのでしょうか。開発する面積を最小限とするため、蒸気を取り出す井戸の近くにタービンなどの発電設備の建屋が設置されています。また景観上の配慮として、建屋の高さを13メートル以下とすることで、近くの住宅地や主要な道路から見えないような設計となっています。なるほど。リスナーの皆さんもご存知と思いますけれども、八丈島は富士箱根伊豆国立公園に属しています。美しい自然と折り合いをつけながら地熱発電が稼働されているということなんですね。地熱発電をはじめとする再生可能エネルギーは今後ますます重要な役割を果たしていくと考えられます。将来の日本の姿を見据え、子どもたちへの教育はどのような取り組みがなされていますでしょうか。地熱発電所の隣に八丈島地熱館という環境学習のための PR 施設があるのですが、子ども向けの映像資料もご用意しており、小学校の社会科見学等で来館していただいています。はあ、なるほど。地熱発電を学べる施設が島内にあるんですね。リスナーの皆さんも八丈島を訪れた際にはぜひこちらにも訪れてみてはいかがでしょうか。開館時間などはインターネットでご確認くださいね。さて、八丈島はグリーンアイランドを目指しています。今後の展望についてお話しいただけますでしょうか。八丈町は町づくりの基本方針の一つとしてクリーンアイランドを目指す町を掲げており、自然環境との共生、再生可能エネルギーの活用に取り組んでいます。そのような中、現在運転している八丈島地熱発電所が設備更新の時期を迎えつつあったことなどから、平成25年度より東京都と共同で地熱発電の利用拡大に向けた検討を開始し、平成29年度には新たな地熱発電事業を今後担っていく事業者を町が公募の上決定しました。現在、新たな地熱発電所の建設に向けて事業者による住民の皆様への説明をはじめ、さまざまな調査が実施されています。事業計画では新たな発電所の建設と並行して島内各地に蓄電池を導入することで地熱発電を最大限活用し、出力規模が約 1.3 倍の発電所に生まれ変わる予定です。運転開始時期は2022年度を予定しています。これら地熱発電に関する取り組みの過程において、町は八丈町地域再生可能エネルギー基本条例を制定し、八丈島において
再生可能エネルギーがどのように活用されるべきか、そのあり方を明らかにしました。今後、住民の皆様のご意見をお伺いしながら、新たな地熱発電事業が地域に根ざし、地域の振興に寄与したものとなるよう、町としても取り組んでいきます。そうなんですね。八丈島の地熱発電は新たな次のステップをもうという段階なのですね。この番組ではこれからも八丈島の地熱発電に注目していきたいと思います。今日は八丈島八丈町企画財政課の明石さんにお話を伺いました。明石さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お聴きいただいた曲はルアジューンで二つ星でした。八丈町の明石さん、取材を受けてくださりありがとうございました。明石さんのお話いかがでしたでしょうか。地熱発電は様々なメリットがありますよね。ほとんど二酸化炭素を排出しない地球に優しい発電方法であること、そして電気や風に影響されない、いつでも発電できること、そして資源がなくならないこと、それから国産なので海外から資源を輸入する必要がなく、まあ、海外からの輸入に頼らないで電気を作ることができるなどなどね、メリットたくさんありますよね。日本の地熱発電の技術っていうのは大変優秀なんですよね。なんとアイスランドやニュージーランドの地熱発電にも日本の技術が使われているそうです。アイスランドの電力っていうのは水力が約7割、地熱が3割、もう全てね、再生可能エネルギーからのものだそうです。ニュージーランドは水力が6割、地熱が 1.5 割。ニュージーランドもね、再生可能エネルギーの利用率が高いと言えますよね。最近はインドネシアやフィリピンなどで地熱発電の発電、供給量割合がですね、増えています。本当、日本はもともとね、地熱の、資源量が豊かであることを、また高度な技術を持っているので、これからも地熱発電の期待が高まっていくと言えますよね。余談になりますけれども、10月23日、日本の経済産業大臣はニュージーランドと水素に関する協力覚書書にね、署名をしたんですね。エネルギー源を利用して水素を作ることで低炭素化を実現させようということでね、水素社会に向けて連携を取っていこうということだそうです。海外と連携を取って、日本もね、エネルギー政策を推し進めていっていただきたいですよね。取材を受けてくださった八丈島の明石さんは、八丈島の地熱発電について、新聞の取材は受けたことがあるけれども、ラジオの取材は初めてとのことでした。川崎 FM トップを切りましたよ。もう各ラジオ局、そしてね、まあ、テレビ局も環境をテーマにした番組ね、もっと増えるといいですよね。さて、取材の中でお話がありました八丈島地熱館、私も伺ってきました。八丈島の成り立ちや地熱の仕組みを紹介しています。そしてね、映像の上映もあるんですよね。それから私たちが実際にボタンを押す実験装置があって、とってもね、こう分かりやすく地熱をお勉強できるんですよね。地熱資源が存在する地下深くはどんな世界なのかとか、もう地下の世界を垣間見ることができる実験装置があるんです。ぜひね、皆さんもやってみてくださいね。本当にね、子どもも大人にもね、分かりやすく地熱について学べますのでね、八丈島を訪れた折にはぜひ地熱館にも足を運んでくださいね。さて、八丈島は氷炭型をしていると今お話ししましたけれども、2つのね、山があるんですよね。八丈富士と三原山、このね、2つの山があるんですけれども、八丈富士は約1万年前に誕生したそうです。三原山は約10万年前に誕生したそうです。三原山の方がね、樹木がうっそうと茂っている印象なんですよね。八丈島地熱館は三原山の中腹にあるんですけれども、その中腹から坂を下って海の方に降りていくとね、有名な恨み ヶ滝という滝があるんですよね。滝があるところっていうのは、ヤシとかシダの仲間がね、本当にうっそうと茂っているジャングルの中にあるんですけれども、そのジャングルの中を入っていくとね、空気がひんやりしてて、奥に太陽の光の線がね、現れてくるんですよね。そうすると、その光の線の下に
滝がね見えてくるんです。滝の裏側に遊歩道が続いているので滝を裏側から見ることができるんですよね。もうたくさんのマイナスイオンを浴びてね、本当にね気持ちいい場所なんです。遊歩道は丸太で支えられた階段で手すりもありますので大変歩きやすくて、杖をついた高齢者の方も歩いていらっしゃいました。表の道路から、まあ、歩いてゆっくり歩いても5分ぐらいかな、割とねすぐですのでね、そちらも行ってみてはいかがでしょうか。八丈島の景観本当にねダイナミックなんですよね。海と山と島がねもうドーンと目の前に見える島というのはね八丈小島っていう島があるんですけれども、もうそういうダイナミックな風景がね広がって本当に緑と青が鮮やかなんですよね。高い場所から海を見下ろすと明るい青い色、もう本当にね濃い色と淡い色の濃淡がね見えてね、ああ透き通ってるなーっていうのがね分かるんです。この八丈島の美しい海の青い色をね八丈ブルーって言うんですよ。明るくて透明度高い青い色、私ね以前ダイビングで潜ったことがあるんですけれども、固有種のね友禅という魚がいて、なんで友禅かというと模様がね友禅染めの模様に似てるからなんだそうなんですよね。友禅が集まって泳いでると友禅玉って言うそうなんです。本当なんかね着物を着て泳いでるお魚さんがいる、もうね日本にぴったりなお魚さんがね八丈島で見ることができます。このダイビングショップがですねアンカーという怒りをね下ろさないっていう風に言ってました。海底の自然を壊さないためなんですよっていう風に言ってました。本当にね八丈島の方々っていうのはね本当些細なことでも自然に優しい、もう自然を大切にしてるんですよね。でこの八丈島っていうのは6500年ほど前に人が住んでいた、まあ、ずっと住み続けていたわけではないそうなんですけれども、島伝いにね渡ってきたのではないかと考えられています。なんでかというと縄文式土器、そしてね神津島さんの黒曜石の矢尻がね発見されたそうなんですよね。きっと木の船でやってきたんでしょうね。なんか本当に古代の人がすでに来てたんだなと思うとロマンを感じますよね。その後流人の島と言われていた時代がありまして、なんとですね関ヶ原で負けた大老宇喜多秀家がこちらの島で暮らすことになるんですよね。大老まで出世された方なんで、もう仕送りもされてましたしね、島では本当に尊厳が守られるような形で暮らすことができたそうなんですけれども、残念ながら奥様とは離れ離れになってしまったんです。それで海を望む八丈島のね海岸のところに夫婦の、石像があるんですよね。行ってみてはいかがでしょうか。このようにね本当に旅人の中に知識人の方もたくさんいらっしゃったので、その方々がね文化をこの島に伝えたというふうにね言われています。木八丈って皆さんご存知でしょうか。草木染めの絹織物なんですけれども、3色の糸、黄色と飛び色と黒、その3色の糸をね織っていくんですよね。このね3色の糸を織っていく、これもね染めるのが手作業で染められています。黄色はコブナグサという草で、飛び色はタブノキの、木のね皮が原料になっています。で黒はスダジイの木の皮で染めた糸を自然の泥で泥漬けにして黒くするんですね。泥の鉄分とスダジイのタンニンが反応して黒くなるそうです。本当にね色を染める職人、機織りをする職人とね、製品が出来上がるまでも各工程さまざまな職人が携わっているんですよね。本当にね3色の糸が織りなす模様がとってもねモダンで、もう今見てもかっこいい感じでね、これからの季節だとストールとかいいかもしれないですよね。私もね名刺入れもコースターね今も使ってます。とってもかっこいいですよ。さて、私が行った時にねちょっとニュースがありまして、なんとですね明治時代和歌山県の熊野沖でサンマ漁船団が遭難して漂流した
方々のうち179名が八丈島の方々に救助されたというニュースがね昔あったそうです。明治25年12月28日ですからね、もう本当にね年の瀬のもう寒い、まあ、黒潮といっても冷たい海だったでしょうね。救われた命があったということを本当にありがたいことですよね。で、八丈島の方々に救助された皆さんね、約1ヶ月間島の方でお世話になって介護休校を受けたそうです。で、和歌山県の有志の皆さんがね、もう本当にこの感謝の気持ちを込めてということで、今年10月23日に記念のね感謝の石碑をね建てたそうです。八重根の方にありますのでね、そちらもぜひね皆さんねいらっしゃってくださいね。はい、もう八丈島ね雨が多いと言われてますけども、私が行く時はいつも晴れててね、もう本当にね素敵なところなんですよね。東京から船や飛行機で行くことができます。私のおすすめはね、行きは飛行機で帰りは船ですね。もう飛行機ですと八丈島にね着く直前に八丈小島が見えるんですけども、海の中からゆきっとねもう山がもう突き抜けてるような感じでそびえ立ってて、もう神が宿ってるようなね、もうほんと霊験新たかな感じがするんですよね。で、帰りはですね、八丈島から伊豆七島を全部見ることができる、夕焼けの中にね黒くポーっと見える山々のね、伊豆七島を眺めながら帰ってくる、遠くに富士山が見えてねとっても素敵ですのでね、ぜひ、お出かけになってみていただきたいんですけれども、八丈島はクリーンアイランドを目指していまして、私ね発見したのは汚泥処理施設があるんですよね。やっぱここがさすが八丈島ですよね。ゴミの減量化、資源の再利用、こういうもう本当にね環境に対して意識が高い島なんだなっていうのがね、もうところどころね分かります。本当にね紹介したいことがたくさんあるんですけれども、もう時間がだんだん減ってきてしまって、で先日ですね、私アイランダーっていうイベントにね行ってきたんですけれども、日本全国もう島の方々が集結する巨大イベントなんですよね。島の紹介や島の特産品を販売しているんですけれども、主催が国土交通省なので、通常のね物産展とは違って文化的で、そしてね社会的な感じがするんですよね。で、各島の太鼓がもう披露されたり、職業案内コーナーとか、あいたん U ターンの相談コーナーとかね、総合的にもう島を盛り上げていこうというイベントで、八丈太鼓私聞いてきました。もうすごい大迫力です。今度はねなんか八丈太鼓ロケでねお送りしたいですね。そういういつかまたね行ってみましょう。はい、さて今日は八丈島の地熱発電についてね主に放送してまいりました。八丈島ね、もうなんかね行ってきたばっかりなんですけれども、もうすぐまた行きたいような島ですね。地熱発電が新しいシステムになったらね、また取材に伺いたいですね。もうその前にねもう行きたいですね。八丈島大好きなところです。他にもねアイランダーでなんかいろんな島のことを知ったので、また他のね島も行きたいですね。この番組では本当島をね応援する番組に、ね、してきていいですよね。はい、皆さんのね島にも訪れたいと思います。もうあっという間に時間が経ってしまいました。ご昭和の時間なんですけれども、引き続き川崎 FM でお楽しみください。それではご昭和いきますよ。準備いいですか。来週も To the Nature、 来週も自然の中でお会いしましょう。